で限界なんてさ、これな、俺思うんやけどさ、どこにあるか分かれへん。そうですね。もうそうやし、はい、あとセンスがいいとか悪いとかいいけど、はい、センスってじゃあ具体的になんなん。今日はガーはマーシーを倒すために、マーシーはそうですね、もう射程圏内です。射程圏内、はい、この間なんか潰れて負けたけど。あ、ほんまですか。いやいや、ほんまですかってなんかガオが乱入してきてそこ負けたんちゃうかったっけ。あ、でもやっぱり今はね、もう余裕。そうですね、やっぱ将来的には。なるほど。じゃあまずこのアップ今日は軽く上げて、ね、はい、お願いします。今日ベスト出してよ。はい、お願いします。はい、来たぞ。はい、はい、カレー。まあこれいけそう、いけそう。勝てたんじゃないですか。うん、なんとか頑張ります。じゃあ次頑張ります。はい、お願いします。期待してます。はい、はい、お願いします。なんか言わんで、マーシー待っとる。マーシーでも今サボってるから。あ、こう今のうちに逆転。そうですね。よし、戻ってきたら多分100キロぐらいで死ぬんじゃないですか。なるほど、はい、この前これあげへんことに話になれへんから。まあまあそうですね。しかお願いします。はい、ウィはい、けー、いけ。あー、合体、まだ合体やん。ちゃんと練習してる。はい、修行が足りませんね。でも楽観は上手くなってるよ。そうですか。おろしはね、ちょっと潰れたんで何とも言えません。はい、まあちょっとセットで直していきましょうか。はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあガオ、はい、ボトム気ぃつけてやってください。はい、お願いします。はい、はい、切れ。この時に度数なくなったの。そうですか。だいぶ、はい、なあ、少なりました。なあ、今みたいな感じで、はい、ちょっとセット続けて、わかりました、いきましょう。はい、いい感じ、いい感じ。ありがとうございます。じゃあ先にやっちゃったら、キッズさんで、はい、あらびたいな、はい、ボトムキーズ。ここ滑るからな、ことは。これはさ、歌が1個出てるぞ、ここ。クソ、卵つけてる。卵つけてる。せっかくだから、もったいない。はい、そう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 、チェー、はい、蹴る蹴る、2、はい、蹴るぞ、まだいける、はい、え、なんだ今の潰れ方、なんだ限界な
今サボっただけじゃん。いや、どうだい、ね、今のいけるでしょ、思いません。そういうところ、ちょっと油断したんですね。やっぱり、はい、今のも上がるやつや、はい、今の次4発頑張って、はい、OK、ありがとう。じゃあさっき、なんか謎に潰れたから、はい、次は4本。そうだ、あれちょっと精神的にサボってしまいました。精神的に、はい、じゃあ次は精神入れ替えて、そうですね、5発いこう、はい、5発4じゃん、5っすか、5、5、5いけるよ。4、2、3いけるぞ。4、なん、え、返してるよ、5って言って、あ、ダメですよ。なあ、レイ君、ちょっともっと言ったって。今ちょっと本当に読んで終わりって自分で決めてます。まだ。はい、自分で。まだ。じゃあ次のセットどうする？わかりました、わかりました。最初からやればいい。そうですね。頼むで。すみません。みんな爆笑してるからね、声出せるだけで。頑張って。ありがとうございます。はい。じゃあ次は5発。そうですね。4ちゃう。さっきも、さっきも5って言ったのに4で終わった。さっきなんで読んでやるか、あのね、精神的に弱い日があります。あ、今日は弱い日、知らんな、セットごとに弱いんじゃなくて今日が弱い、今日はマージンに負けてますね。あ、マージンだけじゃないと思う。あ、もう一番勝たなあかんし負けてんの。何かわかる。自分に自分に負けてる。またかっこいいされてる。さあ、自分に誓ってこそやで、お前。はい、頑張れ。いけるっすよ、ガーはならいけるよ。はい、四、はい、二、はい、三、はい、いけるぞ、はい、いける、まだいける、はい、はい、待て待て、お前、じゃ今のいけるって、おもへんねえか、ちょ、サボってない、最後やる気なかったですか、ね、最後も5で置こうとしてんかった。いや、あの、いけますかね、今。いや、いけるよ。だってあんな普通に上がってんのに、まだだってコースもな、ブレブレじゃないし、だってボトムも狂ってきてへんのに。じゃあ、小田さん、次6いいですか。7にしようだ、ね、7。お前、だって6って言ったら、まだ6で上がるもん。じゃあ7です。いや、もうありえんとこまで沈んでました。なんかもう、あれやんな、こう。挟まってたよな、完全に。もう、なんか自分で豪邸なんか勝手にフィニッシュって決める。あ、もう、だなんか。ちょ、まだいつも言うやん、はい。いけるとこまで頑張れよ。わかりました。だセーブしたらあかんねん、はい。頑張って。わかりました。まだまだ強くなんねんからか。次、じゃあ7で。8でもいい。8でもいい。いけそうやったらいけよ、マジで。そうそう、うん、はい。頼む。あの、まず誰に勝つやったら。マーシーです。あ、違う、誰に勝つやん、自分です。そうそう、自分やん。マーシーはまずその次、まず自分に打ち勝たんことには人には勝てないから。分かりました、頑張って、はい、応援してる。はい、ありがとうございます。ガーマン、はい、いけるとこまで頑張れ、とにかく。分かりました、はい、誰に勝つねん。マーシー、あ、自分。そうです、お前自分に勝つねんと、まずは頼むで。やっぱマーシーばっか見てる部分があれや、はい、まずは自分を見つめ直さん。あ、そうです。うん、よし、行こう、行けるとこまでね。はい、はい、4、はい、2、はい、3、はい、4、行け。おっと、っていうか、減りすぎじゃん。あの、今のね、今何回？ 4 回。え、3で4回目に潰れたんだ。あ、そう、さっき6回っす。減りすぎじゃん、いくらなんだよ。そうっすね、そういうのも大事だよ。原因は何ですか。原因は自分が一番よく知ってる。なんと、いや、客観的に見てどうだったのかなっていうわけです、ね、あのね、はい、結局頼むんじゃない、最初で2やって、はい、で3やん、
で、4、で、5、はい、で、まだいけそうやったところをやってなかったわけ、はいはい、で、そっからちゃんとやってたら、こうね、なんていうの、集中力みたいなのってずっと続いていかない、ギリギリまでやって、はい、それが余裕なところで終わってるもんやから、はい、出し切る前に潰れてんねんな、はい、で、本来やったらさ、はい、このセットって、5ぐらい上がっておかしくないねん、はい、火曜日は、ね、はい、はい、はい、最低ない、はいはい、ひょっとしたらまだ上ってたかもしれんし、うん、だから出だしもっと頑張っていかんと重量伸びにくい、はい、ただボトムは良くなってる、本当ですか、それは、はい、うん、動きは良くなってんねんけど、はい、そういうなんていうかな、筋力的な成長をしていけないから、はい、なかなか次伸びていけんから、だから次、だから今日はまあこのまま、はい、これこのまま回数は減らさんようにやっていけばいいから、はいはい、次の練習するときにセットの頭からしっかりもっと攻めていかんと全力だと、そうそうそう、分かりました、伸びていけんか、はい、ありがとうございます。なので、はい、誰に勝つやった、自分です、自分に打ち勝って、はい、しっかり練習してください、分かりました、ありがとうございます、はい、何発上げる、これは6です、6、はい、さっき3やったけど倍打ち勝つ、ね、まあ、とりあえずいけると思う、はい、あと自分自分で、はい、OK、 そう、はい、はい、4、はい、2、はい、3、はい、いけるぞ、おい、すげえ、普通に上がりそうやん、ね、今の限界、あ、そうですね、まだいけそうやけど、なんかいけそうですか、いけそうということはいけるんですか、もう一発上がるかなと思って見ててんの、まあその辺もね、出し切る練習もしていかなきゃいけない、まあ次のセットも頑張って、はい、まあ、一応4ぐらい目指してやっていこうか、はい、分かりました、 OK、 よし、頑張って、はい、お願いします、何発いく、これは4です、そう、4しっかり上げて、4で合ってます、うん、合ってる、はい、お願いします、はい、はい、はい、1、はい、2、はい、3、いける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 、そっから頑張れ、今のも頑張って出し切ってるよ、ね、途中逃がさずにしっかり上がってるよ、あんな感じでやっていいから、うん、今のもね、はい、ちゃんと押せてる、はい、うん、やっぱ、なんちゅうかな、一発目より二発目の方が軽いねんだが、一発目だいぶ探ってるやろ、うん、そこをもっとな、練習していかない、はい、じゃあまた引き続き頑張ってください、じゃあガー、はい、俺もしっかり出し切って、さっきみたいに、はい、さっきみたいな感じでいかないか、そうですね、よし、一発目から変わるか、はい、リズムよく、もう真剣にこのジムに、入会しに来た、ああ、オッケー、まあ頑張って、はい、お願いします、はい、し、はい、に、はい、そう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 、はい、いけ、いけるぞ、いける、いける、そっかで、ナイス、増えてる、増えてますっすね、このバラつきよ、もっと綺麗に揃って今度、はい、これな、バラつくっていうことはやっぱ何かが噛み合ってないわけやん、はい、はい、だから例えば1セット目、2セット目、3セット目、こうバーってこれは何か噛み合ってるわけだ、はい、っていうか、まあ出だして抜いてただけやけど、それは、でもその次のセットでケンタクってさ、はい、で、また全部読んで、またちょっと戻ったりとか、そういうのをナキさんと、このセット感のこのガタガタっていうのが一番よく、はい、でもしっかりこう平らにできるように、わかりました、やっていける、はい、だっていうことは、まだまだ伸びしろがだいぶあるね、そうですね、うん、何とか言われたことができてきてるから、例えばラックオンとか、そのボトムの感じとか、はい、じゃあだいぶ良くなってるから、あとはこれ、ここで、この中で、この2点忘れずに、まずはセットしっかりやっていく、はい、で、
必ずベストでやると思う。だと？いや、小田さんちょっと待ってください。僕ちょっともう限界を感じてて、うん、ちょっとやばいなと思って。何の限界？いや、自分の限界。自分の限界？はい、何それ？自分の限界とかもう見えてんの？自分の死ぬやなと思って。いや、みんなだからそうなりながら練習してるから。なるほど。マーシーとかもいつもハーハー言いながらやってない、ちょっと。そうですか、うん、そんな風にやるの？いや、だいぶ自分やる。本当だ。僕はどんな感じですか？なんか適当にしようみたいな感じだから。もうちょっとな、その辺やっていけば強くなるんじゃない？はい。うん、ただ、まだまだ伸びるよっちゃう。ありがとうございます。おー、何？誰に勝つやん。自分です。そう。そうです。もうそっこ言いますよ、負けてない。いきなり限界決めてるし。そうですね。限界なんてさ、これな、俺思うんやけどさ、どこにあるか分かれへん。そうですね。もうそうやし、はい、あとセンスがいいとか悪いとかいいけど、はい、センスってじゃあ具体的になんなん？なんすかね、力があるとかそういうこととか。まあ、ざっくり言ったら、例えば力があるとかさ、まあ、ベンチで言ったらな、はい、力があるとか、やたらブリッジが高いとか、はいはいはい、あるやん、はい。でもさ、そういうのの中でもっといるセンスなんで、なんとか一番これが大切。頑張るセンス。まあ近いな。だから練習できるっていうか、はい、なんていうの、こう好きっていう、そのことが好きっていう、ベンチプレスが好き、はい、でそれでとことんやっていけば強くない。だからそんなやついっぱい見てきたからさ、だから一言にセンスがないって言ってもさ、例えばケイズ横浜のな、はい、佐藤裕樹くんのさ、はい、もう初め会った時にさ、はい、俺絶対こいつには負けへんと思ってた。でも蓋開けたらもう今なんてさ、重量で言ったら裕樹と俺やったらもう逆転してるもんね。石川ね、重たいの上がるし、だそういうとこやと思うよ。こうなんていうかな、勇気とかもう強くなるって信じ込んで、人一倍練習ずっとしてきてんの見てたから。なるほど。それを多分横浜行ってからも崩してない。だからまだまだ伸びてる。なるほど。うん、だそういうのいっぱいおんねん。そういう話とか聞きたいです。話聞いてる。いやいや聞いてるじゃない。自分の中に落とし込めてないよ。一番大事なのは、力強いとか、アーチが高い、はい、どんだけ好きで、人よりそのことに力入れて練習できるかとか。ガーもまあなんか、ほらノートとか取って好きそうやん。そうですね。だそういうのをもっと練習に出さなあかんの。ノート読んでるだけじゃ絶対強くなれんから。結構その紙に書く癖があるので。だって本もそうやん、はい、どんだけいい本読んでもさ、実践せんごとには絶対強くなれんよ。おめ、例えば今から俺らがゴルフの本読みまくってさ、はい、いきなり打てるわけない。必死やろ。そうっすね。練習しまくらなあかんねん。 そこをがやっていけば、はい、強くなるんです。じゃこれから、はい、自分を信じて、はい、限界を勝手に決めない。わかりました、うん、自分を信じて、はい、この競技を好きになって、はい、たくさん練習してください。はい、ありがとうございます、はい、じゃ引き続き頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい。